はい、リチャーズさんにやってまいりました。鈴木専務です。よろしくお願いします。今日はペンタスティック、ペンタスティック見たことないでしょうけど、はい、ペンタスティックを見ていただきたいと思います。見たいんですよ。はい、まずはあの曲がりを見てください。曲がりを見たいです。そこが一番の売りです。はい、見せてください。にゃー、いいですか。おお、魚がかかりました。すごい曲がってる。綺麗に曲がってます。ちょっと専務、ここついでますね。これあれ、ここもすごくないですか。綺麗にここら辺も曲がってましたよ。ここも次あるじゃないですか。これワンピースだ、ワンピースだと思いましたよ。だけど違いますね。違うんすね。抜けました、抜けました。5ピースです。5ピースなんですか。これ何フィートなんであるんですか。これで6ポンドの506って言って5フィート半です。5フィート半で5ピースですか。だいぶコンパクトになりますね。これがそうですか。そうです。これはですね、はい、メーカー出しでこうやって組んだ状態と、はい、お客様に組んでもらう状態、作れる、はい、こういうキットも売ってるんですか。はい、売りと製品売りと両方あります。ちなみに値段の方は、値段の方はですね、はい、完成品が5万3500円、53,500円、キットが48,000円ですね。あ、ここですか。はい、48,000円、これですね。あ、一番硬いところです。あ、パワーのあるところですね。だいたいこの、パワーのあるところだと、いや、今曲げさせてもらったのは何番ぐらいなんですか。今のは6ポンド、6ポンドってやつですね。50結構強かったですね。はい、でこの R っていうのがコルク仕様、 R がコルク、ね、はい、S が EVA 仕様、 EVA なんですね。 EVA だと全然値段が違います。12,000円も違う、はい、これは組み立てキットの、ね、キットですよね。できればあの、はい、お客さんに組んでほしいんですけど、まあそうですよね、はい、器用な方ばっかりではないんで、 ないですね、はい、なかなか難しいところがある。まあそういう場合にはビルダーさんの色を見せに、はい、行って自分の好みを言って、あ、まあ糸は赤がいい、青がいい、はいはいはい、ガイドも、はい、もう一個余計につけてくれ、いろいろ無理を言って、はい、自分オリジナルのロードを作っていただいて使ってもらうと、まあ、そういう方法もあるんじゃないのかなと思ってます、はい、ありがとうございます。これがキット、キットですね、はい、ガイドから、ブランク、竿袋も、説明書、袋、部品式全部揃ってます。はい、これが製品バージョン。これがキットの、キットの箱入りなんですね。箱入りです。カンパケこの状態で出荷されます。はい、製品バージョンの方は、はい、製品バージョンの方でこういう形で、マイペンタスティックなお客さんが自分で組んで楽しむと、はいはいはい、キットの方にはこのシールがついてます。ついてる、はい、キットがシール付きで、はい、キットのない方が製品っていうことですね。そうですね、はい、ありがとうございます。最後にあの、はい、なんでこんな綺麗に曲がるかっていうのは、そうですよ、企業秘密です。はい、秘密じゃないんですけど、はい、ちょっとこれ宣伝になっちゃうんですけど、全然宣伝、はい、ふるさと納税、ふるさと納税、はい、地場で作らないとふるさと納税に載せられない、はいはい、間違いなくメイドインジャパンの証ということで、あ、そこら辺が違うのかなと思います。やっぱ日本の技術はすごい、ありがとうということですよね、はい、でした。ありがとうございます。はい、すごいです。フェンタスティック、よろしくお願いします、はい、リチャーズさんでした、はい、ありがとうございます。